I appreciate 高梨いつきです。フェリーゴッドマザーアイズメソッド15色の才能。人は誰でも15色の才能を持っている。その15色を組み合わせて無限の才能を作ることができるのです。これは再来年還暦を迎える私が才能の目である15色の短所を自分も周囲も幸せにする才能として花開かせるために挑戦する行動の記録です。才能が開花するまで毎日更新の予定です。劣等感の塊で自己否定的で自己喪失し依存症になっていた私が自己肯定して自己需要ができ周囲や社会に貢献できる才能の塊になるまで研鑽と鍛錬、挑戦と失敗を重ねていきますから、ぜひご覧ください。才能がいつ花開くかは誰にも分かりません。もしも途中で挫折してしまったら申し訳ありません。9月5日のダイジェストです。5日の午前中は動画の拡散とルーティンと廃棄物の処理、午後はお出かけと買い物、夜は夜のルーティンと買ってきたものの組み立て動画を撮ったり、パソコンの設定をしたりしました。これは当日に編集している動画です。タイムラインは LINE ブログに上げてありますので、ぜひぜひご覧ください。15色の才能を伸ばす鍛錬と研鑽で行動した色にハートマークということで、赤色がストレッチ筋トレ目の運動、ウォーキングが9605歩ですね。あと、はい、体重測定して8時間以内の飲食、8時間睡眠できています。ユートレさんとマリナトレさんで踊りました。そうですね、はい。そしてオレンジ色もお休みをしていて、黄色は水彩色鉛筆で下書きをし、動画編集とブログを書きました。黄緑色が拡散で Twitter2 つ、Facebook2 つ、YouTube で動画を撮って、YouTube の動画、そうですね、はい。動画はあと3本撮りましたが、まだ YouTube に上げていないので、ノートとホームページとアメーバーとブロガーでシェアをし、 LINE ブログで日記のタイムラインを上げました。インスタグラム昨日は上げていないです。キッチンハーブの緑色がキッチンハーブの世話をしました。水色が計画と、そうですね、計画だけか、はい、計画を立てました。青色が暗記暗唱、あと虎ノ門ニュースも少しだけ見ましたね。紫色がルーンとタロットカード、写真撮影。ピンク色がメイクとファクションとアクセサリーとネイル。フェイスマスクとオーラルケア、身だしなみを整えて感謝を捧げて自分を愛して褒めました。薄橙色が皿洗い、洗濯、生理マッサージ、お風呂、ボディメンテナンス、薬を飲んでサプリを飲み、寝る前の生理整頓もやりました。黄土色が両学長さんのライブを少しと動画を見ました。茶色がテレビですね、カウントダウン TV のテレビと漫画を読みました。夕涼みもしました。それから黒色の好奇心を満たす実験をするというので、3種類の買ってきたスマホスタンドを組み立てて使い心地を試すというのをやってみました。それから灰色の読書、メカに触れる組み立て動画を撮るというのをやりました。白色のお掃除、浄化、断捨離、のりと強行、アロマオイル機能やってないですね、はい。で、遠い祈りと今後院さんので独居、廃棄物処理業者さんに持ち込みをしました。今日は何色の才能を育てたかということですが、買い物をして黄土色の経済の才能を育てました。不要品を廃棄物処理業者さんに持ち込んで白色の浄化の才能を育てました。組み立て動画を撮ったりパソコンを設定して灰色の職人の才能を育てました。今日の自分観察ということで、仕事の再開に向けて必要なものを買いに行ったり、いらなくなったものを捨てに行ったりしました。引き取っていただきに行きました。で、仕事で使うものがとりあえず全部揃って嬉しいです。あとはビニールシートを買いに行って取り替えたら新たな人生の幕が開きます。楽しんで頑張りたいと思います。報告は以上です。
動画のチャンネル登録と高評価、ブログや SNS のフォローといいねをどうぞよろしくお願いします。動画の音楽はオシム、イラストはオキソ、文とナレーションは高梨いつきでお送りしました。神様と皆様に感謝します。そうですね、じゃあ最後の言葉いきます。自分の人生は自分のもの、人にも社会にも支配されない、人のせいにも社会のせいにもしない自分との一本勝負です。過去を悔やまず、未来を恐れず、この先が明日までかもしれないし60年以上あるかもしれない、そんな人生のために今日一日に集中して楽しく生きます。今はの際まで希望を持ち続けます。この世界はすべて自分の魂の成長のためにあるのだから、神様と皆様に感謝します。 I appreciate。 じゃあまたね、バイバイ。